いやあらんせらんせどうもミスターブシトでございます本日はどうする家康補足解説松平家とはというねお話をしたいと思いますさあね今回の大河ドラマ主役は徳川家康ですけどもね1枚登場した人は徳川じゃなかったですよね松平元康とね名ってましたけども いやーこれなんでその徳川じゃないんですかとねよく歴史知らないよって方からしたらね私の知ってるのと違うんですけどねなった方もいるかもしれませんので、まあ、この松平から徳川へ名前が変わる名字が変わった時の話っていうのはまた別で一本動画出しますので、まあ、そもそもこの松平っていう一族がどういう一族だったのかそのルーツをですねまず今回は解説します。はいなので松平が徳川へ名前変わるよというところがね知りたいという方は是非チャンネル登録して次の動画が出るのを待っていてください。それででは行きまましょう松平家の話でございます さあ、えー、まずですねこの松平家が起こった、えー、この場所ですね、えー、場所はですね、えー、三河の国でございます、えー、これがですね東海道の用地ということで、まあ、非常に重要な土地だったということをね一応押さえておいた方がいいと思います、まあ、東海道っていうのはね、えー、鎌倉から、えー、この京都までねこうつながっている道ありますけども まあ今でもね東海道新幹線で私いつもね、えー、こう西の方行くとか乗っていきますよやっぱ東海道って便利なんですよね山も少ないし結構こう海沿いバーって行くのねだからみんなその、えーね、鎌倉の人とかがねお伊勢参りに行くとかいう時もこう東海道通っていくわけじゃないですか、まあ、そんな重要な道のど真ん中にドンと位置してるのがこの三河の国で その重要な土地であるからこそですね、ここは、えー、もう鎌倉時代からですね、北条氏にゆかりのあったですね、足利の一族、足利義俊という人が守護を務めるというふうにもなっていました。この足利義俊さんは、えー、源氏のね、地を引いている。あ、皆さんご存知あの足利家の。えー 当主、ねえー、でございますけれども、源氏の血を引いている上にですね、えー、この足利義氏のお母さんが、えー、北条時政の娘っていうね、えー、ところがあったんですね。まあ、北条時政にはね、政子ってね有名ですよね。あとそれから、えー、あの前情と結婚した阿波のつもねって言いますけども、まあ、それ以外にもですね、北条時子っていう娘さんがいて、でその人と、えー、この足利義氏のお父さんが結婚して生まれたのが義氏なので、源氏の血を引いているかつ、執権北条氏のゆかりの人間でもあるっていうこの足利義氏は非常に鎌倉幕府の中でも重要な人物でした。 でこの足利義氏が上級の乱で手柄を立ててえ三河の国の守護を任されたというところが、まあ、この、ね、三河の国が、ね、重要だったとっいうところの話の始まりですよ。ね、その京都の鎌倉を結ぶえ中央にあって ででにににもも源氏ゆかりりのある人がなましたとここからこの足利氏のね文系吉良氏だったりとか細川氏っていうのが室町時代とかにもね名門としてどんどん広がっていくわけですよ。今川ももともとは三河から発生してますからね。でこの足利一族が死語としてね治めていたのが三河の国でございましたでもですねこの松平氏松平家っていうのは足利の人間ではございません。 えー、そもそもはですね、えー、西三河の方の、まあ、国衆だからあの武家とかでもなかったみたいですね、えー、国の松平信さんといいう人がいました、まあ、この人は、えー、そのね羊はまあいまいちよく分かってないんですが、まあ、とても裕福な、えー、土豪だったらしくて。 土木職人人集団としししててこの松平家は最初成功いいいいたらららでですすすねね、まあ、東海道ですかかっぱい人通りますから、ね、だからこう道を切り開いたりとかねいろいろこう設備をね整えたりとかね、えー、そういうことをやっていくうちにどんどん裕福になっていったっていうのがこの松平信繁さんという人でもともとは紀伊の国、えー、の熊野ですね今でいうまあ三重県と和歌山県の境目あたりにあるじゃないですか熊野古道とかねそっちの方にいたんだけどそっからえ三河の方に渡ってきた、えー、なんかこう渡りの、まあ、職人集団みたいなね。 こう道作作りりまますすよよとか、ね、家作りますよって、ね、いろんなとこを点々としてってやがてこの三河に根付いたのがこの松平のそもそもの始まりなんじゃないかと言われています今でいう愛知県の豊田市松平町って、ね、今でもありますけど、まあ、そこら辺に根付いてでどんどん裕福になっていったよっていうのがまあ始まりみたいです。でそこにですね現れた謎の浪人近氏という人がこの徳川家康とかの 松平家の祖って言われているまあこの、ね、人も謎の浪人って言いましたけども本当によくわからないんですよね、うん。良質な資料の中にもその出自がよくわからないというふうになっている人がいてですねこの近氏さんが松平信重の娘婿になったところからこう武家としての松平家が始まっていったとされております。で謎の浪人なんでねよく素性が分かんないんですけども、まあ、一説にはこの近氏さんが新田源氏の末裔 といいう,うに言われています、まあ、だから、えー、そのね徳川家康っていうのは源氏なんだよっていうねいうふうに言ったりするんですけどもただこれもよく分かってないんですよね。よく分かってないんですが良質な資料の中にも新田源氏であるなんてこと書いてあいんですがただですねこの近藤さんがその、えー、三河のねこの裕福な土豪であった松平信繁さんの、えー、娘婿になった経緯がですねちゃんと、えー、資料に残ってましてその経緯がどうやらこの謎の浪人近藤さんがですね、えー、フラッとですねこの松平信繁がやってた歌会連歌会になんか参加したらしいんですよ。 まあなんか当時のね、やっぱその裕福な人とかっていうのね、こう、えー、和歌を読んだりしてみんなで楽しもうみたいな、ね、カラオケパーティーみたいなね、ちょっとカラオケパーティーほどあの軽くはないと思いますけども、こう集まってみんなで歌う歌おうぜみたいな会をやってるわけですよ。そこにこの謎浪に近藤さんがフラッと荒れて、私も参加していいっすかってってねあ、いいよいいよ、みんなでやろうよってね。そしたらこの近藤さんがすごい強要があってですね、めちゃめちゃいい歌をいっぱい歌うと。 でそれでこの信繁さん気に入ってあんたすごいねどこも誰か知らんけどめちゃめちゃいい和歌作るじゃないかとね私の娘婿にならないかみたいなことになって婿入りしたというふうに言われています、はい。なので羊はよくわかんないんだけどそんな和歌を読めるぐらいですから、まあ、教養人でであったのは間違いないな、ねうん、だから普通の農民とかその辺のごろつきとかあったらえそんなことできませんから、まあ、やっぱりもしかしたらもともとはいい家の出身だったのかもしれませんね、うん、ただやっぱ詳しくはは語られてなないのでその出自は謎なんででそ謎んすがね。 ももしかししかかたたら本当に日田源氏のの末裔だったのかもしれませんが、まあ、ともかくそういう教養があった謎の浪人近氏さんが信繁さんの娘婿になってでそこからこう武家としての松平家っていうのが始まっていったというふうにされています。でこの近氏さんの弟とされる安近さんっていう人が2代目で,でこの安近さんが松平の場所から岡崎の方ですね岩津というところへ進出して領地が広くなりました。 ささらに、えー、この近藤さんの近ん、えー、息子信光ですね信光が三代目となってこの岩津の地をですね岡崎岩津の地を支配しだしてでさらに、まあ、家が大きくなってきたのでこの辺りですねこの三代目の信光さんの辺りで、えー、伊勢市っていう室町幕府の、えー、万所執事っていうねまあだから要はこうお金の勘定だったりとかね領地の差配だったりとかそういう事務的な仕事をやる、えー、万所っていうところがあるんですけどその万所の、えー、トップに君臨している伊勢。 一族ってのがいのるんですねその伊勢氏の悲観、えー、要は就職したわけですね、はい。そこで働きますよということになって、でここからですね、こう武家としての松平家っていうのは確立していったようです。 はい、だからまあ、ね、就職活動をするみたたいなことがあったんでしょうね、まあ、そのどんどんやっぱり領地が広がってくるとあの人本当にこの土地のお殿様として大丈夫なんかあの人は本当に偉、ね、い、えーねえーえーえー、ちゃんとした人なんかっていうふうに、まあ、町の人たちっていうかね村の人たちとかも思いますから、まあ、そういう人たちにねしっかり私は、えー、ちゃんとしたところの人ですよってことをアピールするためにもこういうね室町幕府の えこういいところのね家にこう勤めてねそこにこう就職して私ちゃんとした会社で働いてますからみたいなまあそういうふうにやってたんでしょうねまあ今でもねやっぱり公務員とかねえ大企業のね,えこうね役員さんとかだったらねすごいその信頼されるじゃないですか私なんてもう全く信用ゼロですからね家借りるのも大変ですよ、ね、えカードの審査も全然おりませんよ <laughs> YouTuber ですから信頼ないわけですよね YouTuber みたいなやつは信用がないんですよ でもやっぱ大企業とか公務員の人ねすごい信用がありますから、まあ、そういう信用を手に入れるために、まあ、おそらくねこの三代目の松平信光さんは、えー、伊勢氏にね仕、えー、えるということをやったんだと思います。でちょうどこの頃ですね応仁、まあの乱が、えー、起きていますので、まあ、戦乱に乗じて、えー、どん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 この松平信光さんは、えー、勢力を拡大していったというふうに言われています。 そして、えー、この、ねまあ、武家のもう常と言いますか。やはり、勢力が拡大して、家がどんどん大きくなってくると、まあ、分系、えー、していきますよね。えー、この、えー、信光さんの子ですね。四代目の時にですね、えー、大きく家が分かれます。岩津松平家と、えー、安城松平家って、ね、分かれるんですね。まあ、他にもちょっといろいろあるんですけどね、細かい松平家っていうのは、まあ、今回はちょっと分かりやすく。 えー余計なね、ちょっとむ小難しくなるともうついていけませんに、ね、なっちゃうといけないので、まあ、今回はざっくり話してますので詳しいことを知りたいという方は、えー、参考文献などをね見てください、えー、ざっくり言いますと言わず松平家と、えー、安城松平家というに分かれまして言わず松平家の方が、まあ、いわば本家ですよね。言わず松平家を継いだのは信光さんの嫡男の、えー、近長。 という人ですでこの松平下長の弟の方が親忠、えー、っていうのがいるんですけどこの親忠さんが、えー、分家家が分かれて、えー、安城城というねところに入って、まあ、安城松平家というふうになっていきます。でこの親忠さんの息子の、えー、永忠さんの時代にですねめちゃめちゃ大きな事件が起こります。それがえー 三河大乱といいいうねす、えー、すごいなんかがあったらしいです、ね、三河の国だけなのに大乱ってすごいなって話なんですけどもまあここはちょっと面白いですよはいこれがですね何が起きたのかと言いますと、えー、今川氏親と伊勢宗隋が、えー、三河の国駿河の方から三河の国に侵攻してくるっていうことがあったわけですねはい伊勢宗隋というのはそうですあの人ですね有名な北条宗雲ですよねいわゆる北条宗雲最初の戦国大名と言われてるあの人ですよまあこの人やっぱすごいですねババリバリののやり手ですねこの、えー、伊勢総と えーこのね、今川氏家が、えー、結託して三河の方に輪で攻めてきたんですよ。なんでそんなことになったのかって言いますとこの時ですね応仁の乱は一段落ついたんですがその、まあ、第2ラウンドでですね、えー、冥王のの政変っていうのが起きてるんですよ、まあ、これもあの過去にね動画出してますので、まあ、詳しく知りたいという方は、まあ、ちょっと過去の動画なんで間違いもあるかもしれませんけどねそちらを見ていただければ、えー、より分かりやすいと思うんですけども、まあ、要は室町幕府の将軍の座を争って、えー、もう世の中乱れちゃってるんですよね。 はい、でこの時に将軍の座をかけて戦っていたのがえ足利義経足利義樹とも言いますけどね足利義経と足利義経細川政元ってねここがバーン戦ってるわけですよ。バチバチチにやり合ってるんですで、えー、この今川氏親伊勢宗瑞は足利義経を支持する立場にいてで松平一族とか、まあ、三河にいたね他の有力な豪族たちっていうのは細川政元、えー、とね義経の方を支持するよというような。 まああ勢力争いがあったわけですよねで、えー、この今川さんと伊勢宗勢北条早雲があの攻めてきたわけですね自分の勢力に敵対する側をねやっつけるぞって言ってって攻めてきたんですまあざっくり言うとですけどで攻めてきてでやっぱこのね伊勢宗勢めちゃ強いですからねあ強いんですよやっぱ北条早雲ね信長の野望とかでもねもう全能力マックスみたいなめちゃめちゃ強いじゃないですかあれはちょっと悲劇しすぎだろうって思いますけども、まあ、とにかく強いんですよ、えー、でここの伊勢宗勢さんにあっという間にですね 本家の方の松平家が滅ぼされちゃうんですね。お城落とさされれちゃってて、えー、滅ぼされてしまいまいす でやばいぞやばいぞとでもちろんこの文家のねこの長田さんもねこのあの助けに行ったりとかしてるんですけどもやばいぞやばいぞってね平らになってる時にこの今川氏と伊勢宗瑞はですね逆にその東道の方ですね東の方でまたいろいろと戦乱が起きてるからそっちを対処しなきゃいけないっていうことで言わず松平氏は滅ぼしたんだけどその後自分の駿河東道味の方に撤退していきました帰ってっちゃったんですねこれで言わず松平家本家は滅びちゃったけど松平一族が根代にされるということにはなりませんでした。 そして、えー、この文家の家、ね、安城松平家の、えー、永田さんの息子でこの時に当主になっていた松平信忠さんが、えー、言わず松平家滅びちゃってでもそこをね、えー、滅ぼした伊勢総水とか今川さん帰っちゃったから、まあ、空白状態になったわけですよ。よしじゃあ俺が、えー、そこ面倒見てやろうとですね平凡したわけです。はいだら分家の,この安城松平家の信忠が、えー、滅びてしまった言わずの松平家の領地を、えーまあ、カッさらを見たことをやったわけですね平凡したわけです。 でこうしたことによって松平信忠は元々は分家だったんだけども本家が滅びたおかげでこのの松平一族の中心的なな人物になりました、はい、でもやっぱり元は分家の人ですからねいくら力を持ってたとしてもねやっぱり所詮分家だろうみたいなこと言われちゃうわけですよねだからこの松平信忠さんはかなりですね頑張って自分の権力強化にですね奔走したみたいですねかなり強硬的に「俺の言うこと聞け!」みたいなね「じゃあ俺がこれからトップなんだ!」みたいな感じで結構強気にやってたらしいです。 でででそういういこととをやるるすすねね、まあ、当然反発が起きるわけです、ね、なんかもう毎回こういう話になりますよね。<laughs> なんかねトップになった人がちょっとやりすぎちゃってね、えー、周囲から反発食らってね失脚するなんてねもうあるあるもう歴史あるあるですけどもね。 でもやっぱなかなかさねえこう出自がさ大したところじゃないところからわーって上がってきた成り上がりもんっていうのはやっぱり信用されませんから信頼されませんからだからまあこれねもうねもうしょうがない問題なのかなとは思いますけどもこの信忠さんが本家をもう吸収してでかくなってって「俺がやってくぞ!」ってうわーってやってるとあいつ調子乗りすぎやーつっ,って周りから反発を受けてでこの信忠さんの弟の松平信貞を 松平家の党首にしよううっていう人たちが現れるわけですね、まあ、よくあることですけどねこれね信長も同じようなことになってましたけどね弟の方がいいっつってね弟を投手にしろみたいな声がわーってそういう世論が出てくるわけですねでこれに対して信長さんが「まずい」と「もうみんな俺の言うこと聞かなくなっちゃった」と「じゃあ分かりました」と「私は辞めますと」と、ね「私はもう松平家の投手辞めます」その代わり、えー、と弟じゃなくて自分の息子に継がせますんでそれでいいでしょと「私が辞めればいいんでしょ」ということで、えー、引退してですねで息子の清康 たたたった13歳の松平清康に家族を継承させましたこの松平清康こそが徳川家康のおじいちゃんですね。でね家康も「康の字を使ってますけどもね徳川家康のおじいちゃんで明、まあ、君とね言われたりとかしてる人でございます。はい、松平清康さん、ね、たった13歳で松平家を継ぎましたがまだまだ周囲はね懐疑、えーまあ、的な目を持ってますよ。確かににそその、ね、偉そうにしてた 信田さんをやめ,めてね息子に継がせたけど本当に大丈夫かとまだ子供じゃないかみたいなねで、まあ、やっぱり信忠さんの方がいいんじゃないかっていうそういった反対勢力もいる中で松平家を継いだ清康はですね、えー、一生懸命ですね、えー、三河国内のの紛争を解決するってていいうのをね奔走していきます、まああちこちでねこの時はやっぱりそのすごい揉めるわけですよ自分の土地がどっからどこまでかとかね、えー、この取れた作物はねうちのもんなのか、ね、あいつのもんなのか、ね、誰のもんなのかみたいなうわーって喧嘩をよくしょっちゅうあちこちでやってますんでそういうのを解決するために ここの、ね、清はいいろんなとに行ってたみたみです、ね。私に任せろってね私が解決してあげるよってねお助けマンみたいな感じでうわーって行くんですよ。まあ、これはやっぱりその清康がね自分が正当な松平家の当主なんだってことを、まあ、アピールするためにやっぱ仕事をしっかりしていかないとね仕事めちゃめちゃ頑張ってやったら、まあ、認めてもらえるだろうっていうところでかなり頑張っていろんな紛争の解決に奔走していました、まあ、こういった実績があるから多分ね松平清康はすごい名君だったみたいに言われたりするんでしょうね。 まあ本当はすごい資料が少なくてね詳しいことはよくわからないですがまあその、えー、子孫たちからねすごい非常にその勇猛かかんで、えー、立派な人だった。もし 清康は長生きしていいたたたらねね天下取ったんじゃなかかとと、ね、そこまでで言わわれたりすするわけですよ、はい、だから信長の野望でもね清康めっちゃ能力値高いですからねこ,うこれはちょっと盛りすぎだろうっていうぐらい、ね、能力高くなってますけどそれは周囲のやっぱりその、ね、反対がある中でこの当主になったっていう立場がね基盤が弱かったからしっかり仕事をすることで周りに自分の実力を見せつけていくということを、ね、やっていったわけですで。そんな中でこの松平清康が名乗っていた名前がですね えー、セラダジロサブロキオヤスっていうね名前を名乗っていたそうです。はいセラダっていうねこれ何なんだセラダはっていう話なんですがこのセラダっていうのがどうやら日下源氏のこう一族のね、えー、なんか流れを汲んでいる名字らしいんですよ。うん、でなんでこのセラダをキオヤスが選んだのかどうかっていうのはちょっと理由は分かりません。ねそんな私はこうこうこういう理由でセラダを名乗りますという風うに書いた資料残ってないので分かんないんですが事実として私はセラダキオヤスですっていう風うに名乗っていたということが分かっています。 まあ、おそらくなんですがやっぱそれはこう、ね、正統性自分が松平家の当主なんだっていう正統性を、えー、PR するためにこう、ね、由緒ある、えー、源氏の血を引いています私はってねやっぱ血筋っていうのは今でもねすごい気にする人、えー、多いですけど戦国時代なんかいったらやっぱもっとね気にする人も多かったんでしょうねちゃんとした武士の、ね、偉いあの源氏の、ね、源,氏の、ね、源の頼朝公とかねその源氏の流れを組んでる私は世良田なんですよっていうふうに、まあ、言ってたわけですね周りをね納得してもらうために、うん、本当にそうだったか分かりませんがね で、まあ、おそらく、でも、清康の時代には、もう、その、このね、わーって上を倒っていった最初の、その謎の浪人。近藤さんってね、ふらっと現れて、えー、ね、松平信行のね、婿養子になったっていう人がいましたって。最初に話しましたけども、まあ、その人が日田源氏の末裔だったっていうことに、多分、こうしてなったんでしょうね。まあ、全然関係なかった、ね、可能性もね、私は、まあ、あると思いますけどね。うん、こう、新田源氏っていうところは絶妙じゃないですか。足利の一族の血引いてるっていうとさ、さすがに、その、ね、三河の国は、もともと足利のね、えー、国で。 そういう細川とかさ木田とか周りにいるわけですよそういう人たちから何お前勝手に足利の一文名乗ってんねんみたいなね証拠はあんのか証拠はみたいな話になっちゃいますけど日田市っていうのはね南北朝時代にもう滅びちゃってまあ衰退しちゃってますからまあ、その名乗りやすいってはあったかもしれないですよね、うん、没落した名門っていうのはまあ文句言ってくる人が少ないでしょうからねうんまあ、だからこそ名乗りやすいっていうのも僕はあったんじゃないかなと思いますけどねわ、うん、かりませんもしかしたら本当に ね、この最初のね近藤さん謎の浪人近藤さんが本当に新田源氏の末だった可能性もありますけどねまあ真実は分かりません本当にそれはねもうタイムマシーンに乗って順番に全てのね時代を確認するぐらいしかもう方法はなさそうですからね、まあ、真実は分かりませんそれかなんかまた新しい資料がね出来て,て分かることもあるかもしれませんが、まあ、ともかく えーまあ、実際に血がつながっていたかどうかっていうよりは、まあ、その時に世良田を名乗っていたっていうことが大事ですからね名乗っていたし、まあ、周りもねそれを認めていたっていうことですね。はい、でさらに、えー、この清康さんは岡崎殿ってね、まあ、岡崎城に入ってですね私は岡崎殿だってね鎌倉殿みたいな感じでさ「私は岡崎殿です」と「岡崎殿」って呼びなさいみたいな感じでですねえ結構自分の正当性っていうのをすごい周りにアピールするということを一生懸命やっていました。はいまあ、それだだだけ、えー、アピールするってことはまだまだ この清安のことを認めてないよっていう人たちがいるというね、えー、証しでもねありますけどね、はい、でそんな中で、えー、大事件がねまた発生するわけですねそれが有名な森山崩れですね。はい、でこれも、えー、清康さんがいろいろそのね問題解決しますよと紛争解決しますよっていっていろんなところに出陣してんだけど、まあ、その一環として尾張、えー、の国をね織田信一と戦いますっていう話になって出陣していた陣中で急に部下に裏切られて刺されて殺されるってね切り殺されるみたいなまあ 事件が起きるんですね。これが森山崩れでございます。ざっくり言うとですけどね。はい。でここで秀吉が急に死んだことでですね、秀、え、吉、ー、のまだ幼い子供、家、え、康、ー、のねお父さんにあたる弘和は岡崎城を逃げていくということになります。なんで逃げなきゃいけなくなったかっていうと、その信孝ですよね。 反信忠反清安勢力のね、えー、旗頭だったこの信蔵さんが「よっしゃ俺がね清安死んだから俺が岡崎城を支配するぞ」やつで乗り込んでくるんですよ。で岡崎城を占拠しちゃったので清安の子供だった広忠は岡崎を追われて、えー、逃亡生活を余儀なくされるということになったんでございますと。はい、だからなかなか大変ですねだから松平一族って言ってもまあその一族の中でもね争いがこうずっとねあったわけですね。はい、だからまあ家康もいろいろ苦労してるんですよねその後ね。 はい、で、えー、その岡崎を追われてしまった広川さんは、まあ、その後ねえなねやかんやありまして頑張ってまた岡崎城に戻ってくるんだけども、まあ、まだまだ、えーそのね、基盤が弱いから今川のバックアップを受けながら岡崎を支配していこうとするんですが、まあ、その中でね織田信長と戦ったりとかして負けて、えー、竹千代がね子供の竹千代後の家康が人質に取られちゃったりとかしてまあいろいろ悲惨な目に遭っていくということでございます。 この頃の松平家と今川家の関係はですね、えー、沖縄様の戦いが起きた理由というところでも語ってますので気になる方はねそちらを見ていただいて、えー、でゆくゆくはねこの松平から徳川に改正した理由っていうのをねお話し,しますので、まあ、その徳川に名前を変えた理由に関してもこの松平のルーツをねしっかりと、えー、知っていればですね後々、えー、ああ分かりやすくなると思いますので、ね、合わせて見ていただければと思いますさあ本日の話はここまででございます、えー、松平家の、まあ、ルーツ松平家ってそもそも何なのかってねお話をしていきました まあだからねね結構複雑なんですよ、ねまあ、ど織田家もねもともとはその、ね、最初から武士だったわけじゃなくて実はなんかねこう神社の神社をね、えー、こう経営してる神官の家系だったとかねいろいろ話がありますけども、まあ、結構ルーツたおっていくとねいろいろあるんですよね戦国大名っていうのはね。まあもう結構時代が経っちゃってますからね鎌倉時代とかだとねまだそんなにあの時代が経ってませんから。 初代にたどり着くのが結構早かったりしますけども、やっぱ戦国時代は結構遡っていかなきゃいけないので、いっぱい人をね。名前で生きてね。大変だと思いますけども、まあね、このチャンネルでは、えー、こうね。画像とかね、えー、家系図とかね地図とか出しながら、なるべく分かりやすいように話していきますので、引き続きよろしくお願いいたします。何か質問とかね、ご意見ございましたら、えー、コメント欄の方にコメントお願いいたします。えー、概要欄には参考文献関連動画のね url を貼っておきますので、より詳しく知りたいという方はそちらもご覧ください。それではまたお会いしましょう。さらばちゃん。